はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、トシミナティでございます。はい、お願いします。まあね、この番組も結構長いことやっておりますけれども。やってますね。結構ね、これだけじゃなくて、本業の方もいろいろやってるわけですよ。やってます。でね、それなりに、そっちでもちゃんと仕事してるわけで、結果も出すこともありますし、ね、でやってるとですね、やっぱそれにすごい憧れてくる子が、いるわけですよ、作家業に。ね、でただもう何でもみたいにやってるじゃないですか、いろんなことをやってるから。やってます。本業何なんですかみたいな聞かれることがあるんですよね。でそうした時に僕答えるんですよね。はい。私は女優であり、ブランドであり、ビジネスウーマンでもある。全部違うじゃん。私は何でも嫌だって言うんですよね。違うじゃん。この答えが一番しっくりくるかなって思って言ってるんですけれども、でもそのね、何でもやってでも意外と難しいなと。要はその何でもやる上でどういうふうにやったら成功するかっていうのが見えづらいということなんですよね。確かにね、何でもやっちゃってるからね。で成功するためにはどういうふうにするのがいいんですかねっていうことを聞かれたんで、ビジネススタイル、常に見えないティアラを身につけているかのように歩きなさい、どこに行くにしても可愛く着飾りなさい、周囲に溶け込んで生きていくには人生はあまり短すぎるから、言ってあげたんですよ。クリス松村も同じこと言ってたわ。はい、っていうことでですね、その方は、ティアラを身につけて、帰っていきましたけれども。なんで返すんだよだから。今回はちゃんとしゃなり歩いていきましたけども、ちゃんと岸本さんが言ったことを、なんかちょっと胸の中で、頭の中で、あ、ほんま確かにそうやなというので、見えないティアラを身につけてなんで帰んの。俺よ、その場に。いや、食らったんやったら。そうなんですね。だから本当、本質的には分かってなかったんでしょうね、意味が。いや待って、本当に身につければいいと思う。あなた女優じゃないし。はい。違うでしょそもそも。いやビジネスウーマンじゃないですか。違うでしょ。ウーマンじゃないじゃんそもそも。言われてみりゃそうっすね。やのうて。これはですね、パリス・ヒルトンが言ってた言葉でしたね。ダッサ。ヒルトンかい。僕の中ではロックスターなんで。違うでしょ。パリス・ヒルトンも。パリス・ヒルトンっていうさ、ドラッグあんの面白いよな。いや知らないけどそれ。あ、知らないですか。そうな。そう。パリス・ヒルトンっていう名前のドラッグがあんのよ。おもろいなと思って。そういうところもロックだよね。ロックか。パリス・ヒルトン、名言でございました。皆さんもぜひ見えないティアラ身につけてください。身につけましょう皆さん。それではいきます。オカルト27、最新の情報をニュース形式でお伝えするというような企画でございます。それではまず一つ目でございます。1つ目、68年ぶりに出所というお話でございます。はい。68年ぶりに出所した男のお話なんですよ。15歳の時にね、殺人の罪で終身刑を言い渡された男がですね、ペンシルバニア州の刑務所で服役していたんですよ。その服はい、見つかったのはこちらです。シリが反応しちゃいました。何が見つかったの？ペンシルバニアの刑務所がちょっと待ってくださいね、切るわ。68年ぶりに出所したと、アメリカではですね、10代の時に終身刑を言い渡された受刑者としては、彼が最高齢かつ最長の服役期間になると言われているんですね、68年というのが。なんで逆に出たんって思う。そうなんですよ、そこですよね。ジョー・ライゴンさん83歳はですね、フィラデルフィア市内で起きた強盗殺傷事件に関与した罪を認めて、15歳だった1953年2月から服役していたんですね。でこの事件では6人が傷を負い、2人が死亡していたんですよ。ライゴンさんは2件の殺人罪で有罪を宣告されて、少なくとも1人は刺したことは認めているんですよ。しかし弁護士によれば、ライゴンさんは一貫して人は傷つけたが殺してはいないと主張しているらしいんですね。で出所を果たしたライゴンさんは CNN の取材に対して、私はもう子供ではない、大人になっただけでなく老人になり毎日年老いていると語るんですね、うん、まあそしてそんな大人がでそんなライゴンさんがどうして出所まで行ったかなんですよね。これものすごい長いんですよ出所までの道のりというのは、うん、1970年代に仲間だった男性2人と共にですね州知事から御社の選択肢を提示され仲間2人は受け入れると、うん、でしかしライゴンさんは御社の条件となる保護観察ならばいいですよという条件を拒んで受け入れなかったんですよ。保護観察なんて嫌だとは嫌だったんだ、うん、2017年には米連邦最高裁の判断を受けて再び御社の機会が与えられたんですけれどもこの時も嫌だと私は観察処分は望まない、うん、というふうに突き返したと、うん、で15年前からライゴンさんの代理人となったブラッドリー・ブリッジ弁護士はですねライゴンさんが10代の時に犯した罪のために終身刑を言い渡されたのはこれは過ちだと、うんうん主張して提訴を起こして連邦裁判所に持ち込んで2020年11月に勝訴。ライゴンさんはいろんな、まあ、人は傷つけたかもしれないけれども殺めてはいないと、うん、その分も食らって服役してたんだけれどもそれは違うだろうということで受け入れなかったと。多分他の2人っていうのは、うん、多分殺害したんでしょうね、うんうん、でそこで受けますと、うん、観察処分でもいいから出たいと、うん、だけれどもライゴンさんからしたらいわれのない罪でまあ冤罪みたいなことよね食らってて、うんうん、でお前らがどういうような条件をつけたから保護観察だったらまあ絵を出てもって言われるのは俺はもうそれ納得いかんとそもそもやってないんだからということで裁判、うん、で勝つで自身の望んだ条件で自由の身になるという、うんうん、だから68年ぶりに出たんですよ。それぐらいかかったってこと？そう68年ぶりに出所したんですよ、うん、でブリッジ弁護士らの助けを借りて社会復帰を目指すと。でここでね、うん、68年も言われのないような罪でぶち込まれてたら、うんうん、あなたはどう思います？いやもうぶち切れますね。そうですよね、うん、違うんですよ。皆殺しですね。皆殺し？いや殺害していないということで、はい、私は違うそれは受け入れられないって戦ってた人間が出所後皆殺し、うん、そうっすよ。いやいやいかれてる。それは受け入れる。いやいやダメだよ。違います違います。ライゴンさんはね人ができてるんですよ、うん、私が助けてもらったように人を喜ばせ人を助けたいって言ってるんですよ、うん。何もそれ映画にしたらいい。そうですよ。で、うん、僕思ったんです、うん、83に何ができんねんってねさあ次行きましょう。悪いやいやできますよ83でも。あのね北野武が言ってましたよ、うん、青春っていうのは年代じゃないと、うん、学生時代のことを青春と言うんじゃないと、うん、好きなことに打ち込んでる時代これを青春時代と言うんだと、うん、だから僕は今でも青春時代ですって言ってましたよ。なるほど。ただ83歳もう遅いな。自分の暴言を自分でフォローするみたいなのやめてくれるもん。いやでも83歳にして、うん、まだまだ私は長生きして助けてもらったように人を喜ばせ人を助けたいと語っていると、まあ、こういう人間でありたいなと日々思うわけですよ。こんなやついる？すごいですよね。できすぎじゃない人として。まあ語ってますから写真があるんですけれども、うん、まあ調べてみてください皆さんもね、うん、10代で終身刑になった男、うん、ライゴンさんと、うん、これじじいやないかい。いや83ですからじじいやないかいって当たり前の話してますからね。ただその殺人容疑で逮捕されていて、うん、まあ68年もぶち込まれてた男のポーズとは思えないよね。よくそんな笑顔できるって本当に思うわ、うん、ペヨンジュンみたいな、うん、いやいやそのね感じ横になって、うん、ちょっと振り向きが加減でね笑って手をそんなんできないよ。首に巻いてるマフラーに手をねスッと添えて、うん、フッてちょっと中央を見てるみたいな。いやいや全てを憎む顔してていいよ、うん、それは中見られないよな、うん、偉いわそのおじさんというジョー・ライゴンさん83歳68年ですね、うん、服役させられていたという男性のお話でした、うん、次行きましょう。次もですね面白いニュース続いてでございます、はい、怪我をして動けない○○を助けた男、うん、というお話なんですけれども怪我をしているのをですね、まあ、ある動物が怪我をしているのを見つけた男性が自宅に連れて帰り治療したんですよ、うん、でそのですね、まあ、助けたある動物が怪我が治っても逃げ出すことなく、うん、なんと37年経った今でも、うん、男性がどこに行くのにも後を追いかけるほどの、まあ、信頼関係を築いているという、うん、さあこの動物何やと思います、うん、ここまで助けてもらってずっとついていく。まあでも動物でしょう、うんうん、日常的にいるようなやつだと思うんだよな。そうそう、あれじゃないかな、カラス。ああ超近い、超近い、ほぼ正解。白鳥。じゃあそこまで近くに。いや鳥っていくかなって思って犬猫だったらまだ分かるんですよ、賢いしね、うん、鳥でなんかそういう恩を感じて、うん、まあ鶴の恩返しなんてことありますけれども、うん、それの白鳥版なんですよこれは。へー。白鳥が、うん、まあ、助けてもらった37年経った今でも男性がどこに行くのにも後を追いかけるほどの信頼関係を築いているという、うん、で白鳥の寿命って30年って言われてるんですって。ね、今30何年も生きてんだと思ってたわ。そうなんですよ、うん、この白鳥は男性の愛情に応えるかのように37年以上も長生きしているよというふうにニュースが、報じていると。なるほどね、うん、でトルコなんですね。トルコに白鳥なんかいるんだ、うん、エディルネ市からアーチ在住のレジェプ・ミズランさん、うん、63歳はですね、37年前に友人たちと車で走っていた時に羽が折れて草むらでうずくまっている白鳥を発見するんですね、うん、当時のことをレジェプさんはそのままにしていたら狐に狩られてしまうと思いました、うん、動物好きとしてはこのまま放置するのではなく家に連れて帰らなければと感じたのですと振り返ると、うん、でこの白鳥はトルコ語で運が悪い人という意味のギャリッと名付けられてギリシャとの国境付近にあるレジェプさんの自宅の牧場に運ばれたと。で折れてしまった羽が治るまで面倒を見ようと思っていたレジェプさんだったんですけれども、羽が治っても牧場から逃げ出すことはなく、レジェプさんだけでなくそこにいるですね猫や犬とも仲良く過ごし始めたっていう話なんですよ、うん、すごくないですか。なんかそれもあれだね、なんか絵本とかになりそうな、うんうん、感じのね。でも本当に動物が好きで、うん、助けたいという気持ちがあるんであれば、うん、食えなかったキツネはどうすんねんって僕は思いますけどねまあまあ全部にね、そうそうそう、全方位に対して動物好き優しいんであればキツネは腹すかしてますよって僕は思っております、うん、レジェプさんはですねすでに奥さんを亡くしていて、うん、子供もいないんですよ、うん、だからガリップの名前をミズランと自分のラストネームに変えて我が子のように可愛がり始めるんですよ。うん、ミズランはですねレジェプさんが農場で仕事をしていても夜の散歩をするにも後を追いかけてずーっと一緒、うん、今ではほとんどの時間を囲いの外でレジェプさんと共に過ごしていると。レジェプさんは、うん、一緒にいることにはもう慣れましたね。これから私たちが離れ離れになることはないでしょうとレジェプさんは嬉しそうに話していると。うん、白鳥というのはですねそもそもおとなしそうな見た目とは違って獰猛、うんうん、気質がですね攻撃的、かなりですね、うん、警戒心の強さから危険を感じた場所には絶対に近づかないんですって、うん、なんだけれどもレジェプさんにはものすごいですね心を許してずっとついていく、うん、危険がないと判断してると、うん、そうですね、うん、また一般的に飼育された白鳥の寿命は長くて30年と言われているけれども、ミズランさんが発見されてからすでに37年、かなり長寿、うん、年寄りってことだね。もうだから愛を持って、うんまあ、ずっと暮らしていけば動物の寿命が長くなるんじゃないかというデータにもなっていると。うん、なるほどね。レジェプさんは、うん、ミズランはもともと明るい性格でしたが年を重ねておとなしくなってきました。もしミズランが死んでしまったら立派なお墓を建てたいと思いますがこれからもずっと一緒に過ごせたらいいですねっていうですね、うん、まあ誰でも言えるようなそのなんで一個一個にケチつけてくスタイルな、そのニュースだとしたらそういうやついらないから、ね、でもそう思いません。そう思いません。何が？白鳥のミズランはもともと明るい性格でしたが年を重ねておとなしくなってきました、うん、もしミズランがしてしまったら立派なお墓を建てたいと思いますがこれからもずっと一緒に過ごせたらいいですね。いやこれ誰でも言えるじゃん誰でも言えるっていうか誰でも言えません、まあ、37年間ずっと白鳥を育てているというそのバックボーンはある、あるよ、バックボーンがある人が言うからいいって、まあまあそうそう、厚みがあるんですよ、そう厚みがある、うん、ただまあだからこそ、うん、もうちょっと深いこと言ってほしかったなっていう誰でも言えるわけじゃないからこのコメントってだからまあまあ、うん、そうたまたま長生きしちゃってるってだけだから、うん、ここが僕一番誰でも言えないと思ったのが、うん、死んでしまったら立派なお墓を建てたいと思いますが、うん、これからもずっと一緒に過ごしたいですねって誰でも言えるじゃんいや分かってるよそんな定型文みたいな、ね、37年間ずっと一緒にいるんやからこれからもずっと一緒にいたいっていうのは分かってるよ、うん、お墓建てたい、 いやいやそれもそうじゃん分かるじゃん息子やと思っていて、うんうん、自分の名字みたいなのも与えてる、いやいや分かるんですけど立派なこと言ってるよ、うん、言ってるお墓建てたいって、うん、白鳥だよ白鳥ですよ、うん、あなた一番バカにしてんじゃんあなたが一番バカにしてますよ、よく建てるなって思うよ、いやそうですよね、うん、っていうですね、ラストネームを与えて、うんまあ、可愛がっている、まあ、でもその長生きするっていうのがちょっと面白いなって思う、うんいいねうん、うん、それがマジでどこまでいくのか、うん、ね知りたいなって感じ、続いていきましょう、はい、続いて妻に〇〇がバレて逮捕。インドのムンバイ在住の女性が結婚したばかりのパートナーの男性を提訴、提訴、うん、訴えたんですね、うん、2人はお見合い出会いで、結婚したと、うんうん、しかしですね結婚後に彼が〇〇を偽っていた事実が発覚、お、うん、女性は不信感をまあ、〇〇に対してね、うん、あることに対して不信感を抱いていたものの、うん、ここまでとはと、うん、分かっていたら私結婚しませんでした、うん、でインドのナガル警察はですね男性を背信行為、うん、要は背く信じる行為などの容疑で逮捕する予定、うん、さあ彼は何を偽って女性と結婚していたのでしょうか。しかも犯罪行為ですからね、うんうん、俺最初に思ったのは性別かなって思ったんだけど、あ、はい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 、でも背信行為ってなると全然宗教絡みっぽいよね、うん、宗教でもないですね、でもないんだ、うん、あることを隠していて、うん、まあ身体的特徴ですね、うんうんうん、身体的特徴を隠して偽って、彼女と結婚したなんだけれども結婚した後にお前それやったん、うんうんうん、そうやったら結婚してなかったわお前嘘つきやがってで警察が動いているという警察が動くことなんてあるだって個人の話じゃんそのレベルってですけどあるんですよもう もうあれだったんじゃないの何チンチンがドリルみたい なんかチンチンドリルやったらあかんな人を傷つけちゃうみたいなそう確かに自然と結婚しても子供できない、ね、それでやったら死んじゃうから、うん、確かに、うん、それ捕まるよね惜しいですシザーチンピーみたいなのが惜しいの惜しいですおーそれすごいね、うん、あ義手あーいや違う義手ではねでももっと近くなった義〇〇ですね義〇〇うん義うん義伝偽伝何ですか偽伝ってあ作ったお尻やったという、うんうん、お尻にシリコン入れてるとか、うん、違いますこれは偽毛ですね偽毛とは言わんけどカツラうんなんでそれ全然どうだっていいじゃんカツラなんでそれで捕まんのだったんですよ薄毛をカツラや帽子で隠していて、うん、ハゲてると分かってたら結婚しなかったわって言ってんですよえ結婚する前に私実は、うん、薄毛で、頭カツラとか言ってないってことだよねかぶさせてもらってます、うんうん、っていうのを言わなかった怠ったという言わなかったよね要は常にふさふさであるというスタイルのまんまずっと結婚まで隠されていたと、うん、ふさふさの顔してましたよねみたいな、うん、目とかいやいいじゃん受け答え、うん、ダメなんそれハゲてると分かったら結婚しなかったって言ってるんですよ奥さんはでインドのナヤナガル警察は男性も嘘ついたということで、うん、逮捕する予定逮捕に行くのこれ、うん、詐欺みたいなことかな詐欺とか虚偽のなんかとか、うん、そうですね結婚詐欺的なことか配信行為って書いてますねへーすごいですわ、まあ、こういう人がいるとじゃあもうそれ逆を言うと、はい、髪の毛にしか興味なかったのなあ、髪の毛にしか興味ないってことはないけれども髪の毛があるかないかの違いしかないわけでしょ、だってその男、まあまあね、うん、そうだけども結婚って髪の毛の価値しかないんだ、そいつにとって。かっこよかったんちゃう、もしかしたら。じゃあ顔すごくかっこよくって髪の毛含めて、うわ、うん、かっこいいなこの人って思ってたけど、いやもうハゲてんかいみたいな。でもそっか、うん、それも含めて、うん、顔と考えてたらトータルで考えるならってことなのかな。そうそうそう。あとさ、ヤマピーと、うん、石原さとみが、うん、熱愛みたいな恋愛関係に陥るみたいな、うん、ドラマあったじゃないですか。あった？ヤマピーがお坊さんでさ、うん、あったね。ありましたよね、うん、忘れちゃった名前。5時9時みたいなやつありましたよね、うん、丸めろや頭どうでもいいけど丸めろやって。まさか俺そういう話があんのかと思ってた。思わなかった、ドラマの中に。あの時逆ですけど、これは見てないもん。坊さんやろ、見る気ないよあれ。丸めろやって思ってましたねああ、うん、そうっすか。はい、以上です。なんだっけ、もうないの結論ないのね。ないです、はい、続いていきましょう。続いてプレステ5と思ったら丸々だった。いやもう丸々多いな、うん、もう全部クイズ形式でいこうかなと思って、今回、インターネットオークションでですね、うん、人気ゲーム機プレイステーション5を出品したと、ある方がね、今すごいされてますよね。値段倍額とかでさ、なんかね、いい転売よくされてるらしいね、うん、そうですよね。お店で買うと5万6万だけれども、ネットで買うと8万とか10万とか。まだ手に入んないの？手に入んないのよ今。でそのお店のプレミアム会員でないと予約にも参加できないっていう店もあるし、うん、購入もできないっていうね。まあまあなんか毎回やってるよね、その出るたびにそれ。うん、そうですね、うん、モンスターハンターの時もありましたし、まあ、スイッチもまだ手に入りませんからね、うんうんうん、まあ、そういうプレイステーション5ですよ、人気のね、うん、それを出品したんですけれども、はいはいはい、それがプレイステーション5じゃなかったぞと。うん、要は偽って代金を搾取したということで、うん、まあ、無職の女性が40歳の方ですね、うん、詐欺の疑いで逮捕されたんですよ、うんうん、今のありそうだけどね、普通に話してる人。そうですね、その女性は段ボール箱は発送したが中身を確認していないのでわからないと容疑を否認している。段ボール箱は発送したけれども中身確認していませんって、ちょっとむちゃくちゃな話じゃない？誰が詰めたんだって。そうなんですよ。プレイステーション5が中に入ってるかどうかは知りませんでしたと、友人からいただいたと思ってるのかな。ああ、なるほどね、うん、女性はですね、1月の18日、今年ですね、うん、ネットオークションで PS5 を販売するという嘘の記載をすると、うん、その後代引きで購入した30代女性から手数料を除く6万4690円を搾取した疑いがあると、うん、届いた荷物は PS5 ではなく、うん、丸々だったといういやいや何だっていいよね、だってそれさあ。その丸々とは、重さね、 PS5 に寄ってるものってことでいいの？寄ってるというよりは多分重さのかさ増しというか、うん、重量をその段ボールにつけるため、バレないようにするためだと思うわ。うん、まあ、開けたらすぐ分かりますけどね、うん、さあ何でしょう。いや俺最初思ったのはモノリスかと思ったんだよ、うん、モノリスPS5 に似てるじゃんまあまあね、うん、鉄板みたいなやつね、石系じゃない。あ、でもね、うんうん、近いっす、ね、ダイヤ。ああ、いやダイヤの上じゃん上じゃん分かんないけど、漬物石じゃない。ああ、でも近いです。言いましょうか、うん、水。あ、水ね。そうなんですよ。あ、重量だけだな。運送会社の段ボール箱に2リットルの水入りのペットボトルが入っていたと。分かりそうなもんだけどな。ガタガタってなるからね、うん、使われたネットオークションのアカウントには同様の出品記録が複数あると、うん、だ他にもこいつは PS5 と偽って2リットルの水入りペットボトルを入れて送って詐欺で、うん、でまた代金もらって搾取しようとしてんじゃないかという、他にも余罪の可能性も視野に捜査していると。うん、かなり悪質だからね。あ、PS5 って今 39,980 円なんだ。じゃ定価じゃないの？希望小売価格。うん、うん、そうだよね。まあそれでも買えないから品薄だから、まあ6万いくら出しても、まあ書いてる人がね、うん、後立たないから、それを狙って、まあ水とかなめすぎじゃない、うん、その偽物とかならまだわかるけど、まあね、なんか水って他で見たらだとね PS5 を、売りますって言ってあってなんかのオークションでね、うん、で買ったのよある YouTuber が、うん、やった PS5 今日からできるわーって箱ファッて開けたら PS5 の写真だったっていうのがありましたよ。それはだから、うん、よく見ない方が悪いみたいになるってことだよね。嘘はついてませんよってことだよね。だって写真を送ると私はありますよとますみたいな、ねうん、よく読めばあるでしょうでしょであるあるクレーム入れるっていうところまでを動画で送ってましたけどね。なるほどね。配信してましたけれども、うんうん、そういうのもあるんですよ。それぐらい手込んでんならまだわかる、うん、海外のやつだと PS5 送りますって言って来たら、うんうん、2と3だったとか合わせて5そこまでいくとちょっとトンチだよねまあまあねうんそういったものもあるんですよ。だから皆さんもですね PS5 ね欲しい人たくさんいると思うんです品薄だから、うん、だからといって、まあ、オークションとかで買うときはちょっといろいろね、うん、概要とかチェックしていただいて購入するのがいいんじゃないかと。それでも絶対書いてないでしょ PS5 に似た水ですって絶対書いてないでしょと同じ重量の水ですとは書いてないだろうけどもうんまあ、水が欲しい人はいいと思うけどね。そうね分かってたら、うん、高いけどもしかも水で PS5 のように遊ぶかだよ、うん、そうですよ、それぐらいのことしかできないと思いますよ。さあ続いてでございます。で最後の記事でございます。からしれんこんのいおりさんいますよね。大きい方です。ああ芸人のね、うん、はい、はいはい、彼に関してのニュースでございます。ああからしれんこんいおりさんまさかの丸々就任劇というですね、うんお笑いコンビのからしれんこんいおりさんが自身の冠番組「さしよりからしれんこん」じゃあですねラジオ関西で金曜午後10時から放送されている番組なんですけれども、うんうん、意外ないきさつで実は丸々のとこですけれども、うん、企業の広告モデルに就任したと明かしているんですよ。うん、企業の広告モデルって相当ですよ、うん、ある企業のホームページクリックしたら、まあ、いおりさんが出るということですから、うん、相当な仕事を与えられているんですよ。で UFJ の阿部寛みたいな感じだ。そうですそうです、うん、山崎賢人君みたいなものですよね、うんうんうん、さあこのいおりさん、うん、意外ないきさつで企業の広告モデルに就任と言っていますけれども、うん、どのようないきさつで彼は広告モデルの座を獲得したのでしょうか。いやヒントなさすぎなくどのよ企業ね普通に例えば、うんうんうん、ファンですではないですよ。なるほどね。多分偶然的なことだね、うん、この企業のトップはいおりさんのこと知らなかったんじゃないかなもしかしたら。なるほどなるほど、うん、いおりさんがこの起業家のトップの方の私生活とあることでつながったんですよ。そして私はあなたに恩を感じてますと恩返しのためにいおりさんにこの仕事を与えたんですね、うんうん、ある恩を感じたと恩を感じたんだ、うん、助けてもらったの私生活あること、うんうんうん、さあ何でしょう一応分かんないけど、うん、でもあなたが、うん、例えば CEO、うん、なんかのね企業の、うん、でいおりさんにそう 何をしてもらったらその広告モデルの企業の案件を与えるかですよね、うんそれに見合うぐらいのことをしたってこと、うん、俺いおりさんってあれだよねめちゃくちゃでかい方だよね。そう大きい方です。かなり体格がいいから大きいなんかその助けた感じかなと思ったんだよね、うん、絡まれた時に、うん、黒人に絡まれてたらそのいおりさんが間に入って、うん、でその黒人を倒したみたいなことで、うんまあまあ助けられたってことではい、その会社の人はモデル使ったみたいなこと、うん、意外と近い意外と近いんですよ。それぐらいしかなくないだってちょっと言いますねじゃあね、うん、意外と近いんですよ。ある日ね、うん、いおりさんが自宅のマンションのエレベーターに乗ろうとしてたんですね、うん、すると上の階からエレベーターが到着するんですよ、うん、さあ乗ろうと思ってドアが開くとなんとそこには号泣する小さな男の子が一人で乗っていたんですよ、うんビエーンと泣いてるわけですよそのいるの中でね、うん、当時その男の子は1歳、うん、会話もできないわけですよ、うん、どっから来たのと問うても答えは返ってきませんよ、うん、いおりさんは各階で降りて男の子の親を探すんですね。一つ降りてはとか一つ上がってはとかして、うん、この子知りませんか、っていう風に、うん、で無事に両親に引き渡すことができたんですよ、うん、その話には続きがあったと。またエレベーターに乗ったら先に乗っていた男性から声をかけられると、うん、からしれんこんのいおりさんですか、先日息子を助けていただいてありがとうございました、で実は私こういうものでと名刺を渡されて、名刺を見たら社長さん、うん、ある企業の社長、そうなんとその1歳だったね、うん、その子供のお父さんは、うん、大阪を中心に約70店舗を展開するドラッグストアの経営者。へー。その際の出来事について株式会社赤壁の代表取締役社長皆川さんが語っていると、うんうん、休日も家族と過ごす時間が取れないことが多い中、うん、今日は久しぶりに家族サービスができると張り切っていたある日、いざ出かけようと玄関を開けた瞬間、当時1歳になる息子が飛び出して一人でエレベーターに乗ってしまいました、うん、慌てて後を追いかけましたが、私がエレベーターの前に到着した瞬間に扉が閉まった、うん、息子を一人乗せて下に降りていってしまいました、うん、扉が閉まった瞬間に見たのはわっと号泣する息子の顔、うん扉が開いた瞬間に道路に飛び出して交通事故に遭ったらどうしようと顔面蒼白で15階から1階へ非常階段を駆け下りました、うん、ところが1階に到着しても息子の姿はなく、妻からの連絡で息子が無事に戻ったことを知りました、うん、途中の階でエレベーターに乗り合わせた男性が息子を保護してくださり、15階まで息子と一緒に上がってくださったとのこと、うん、その男性がいおりさんでした、うん、いおりさん改めてあの時は本当にありがとうございましたという、うん、そしてこの出来事が縁となって株式会社赤壁はからしれんこんにオンラインイベントのイメージキャラクター就任をオファー、現在ホームページにはスペシャルサポーターとなった2人の姿が掲載されていると。へー、70店舗ですよ、うん、大阪のすごいね、超有名企業赤壁というとなんかいい話だな。そうなんですよ、だから息子を助けてくれたご恩にスペシャルサポーターに就任させるという、うん、なるほどね、こんな仕事の取り方というか、うん、恩の返し方があるのかという。いやでも偉いね、うん、偉いっすね、うん、上からまあ号泣した男の子、うんまあ、赤ちゃん来たから一個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 上上がっていってマンションのさ、うん、その管理の人とかに任せちゃってもいい感じなのに、そうね、うん、一個一個自分でやっていくっていうのはなかなかよ。何かのことが起き、トラブルが起きて、うん、赤ちゃんだけ降りてきてるから、これは両親が心配してるかもしれないということで、まあ1階のね、そう管理員さんのとこに行かずに一個一個上がっていって、うん、知りませんか知りませんか知りませんかって言ってやっと15階のお母さんと会ってってね、子供を届けたという、うん、なかなかできることじゃないですよ。いやできないね、うん、あなただったら普通に一回まで降りるでしょ、赤ちゃんと一緒に。え赤ちゃんと一緒に降りて、うん、泣いてる赤ちゃんとあなたさーって行くでしょどっか。いやいやもう素通りしちゃうかもしれないいやダメですよそれはもしその時素通りせずに岸本さんも一歳の赤ちゃんを抱いてね、うん、上に一個ずつ上がっていって、うん、知りませんか、うん、知りませんかって言ったらこの赤壁のスペシャルサポーターでホームページにドーンと姿が載せたんですよ、うんもう社長いませんかって。社長いませんかは違うよあなたそれも知ってるじゃん、その子供が誰の子供か必死こいてやってたかもしれないな、うん、スペシャルサポーターですもうスペシャルサポーターの件ですけどって子供うわーだ言ったらそれ違いますよね、うん、いやそれならやるかもしれないわ、うん、仕事くださーいって子供受けたまわりますって言いながら仕事くださいっつって。でも俺ちょっと、うん、自身がパニックになるかもって思った。どういうこと？1歳の子がエレベーターに一人で行って抱いてるって結構異常な状況だから、まあね、えってなるよね。なるどうしようってなるかも、うん、そっから冷静に一つ一つ解を、ね、探していくというのはすごいですよね、うん、いおりさんはなんか確かに漫才とかさあフリートークとか見てても落ち着いてるもんね。落ち着いてるね、うん、貫禄あるよね。貫禄あるし、うん、あれでしたよね、オール巨人さんがやられてるバーで勤めてるみたいな、うん、なんか弟子みたいな感じになってじゃなかったっけ。そうかそうか、うん、確か、うん、だからかな落ち着いてるのね。すごい落ち着いててどこでもなんかあんまり緊張しなくって、うん、ちゃんと自分の能力を発揮できてるイメージがあるから面白くって、うん、まあひょうひょうとしてるよね、うん、漫才もすごい面白いし、いやーすごいね。そうなんですよ、いい話だし、なんかねみんなもそういうのをちゃんとやっとけば帰ってくるみたいなね、いい例になったと思うよ。だからこのニュースを聞いて、うん、あじゃあ俺もって言って、うん、なんていうんですか ね一切探しに行ったらいいわ、うん、みんな何あれおむすびコロリンみたいなさ、うん、私は小さなつづらをつったけど私もおむすび転がして大きいつづら出せって一切のこう探すみたいなさ、うんうん、なんかあるかもしれない、うん、いやもうだからエレベー体重かけずり回って一切探すようになるんじゃないの、ね、みんな、うんうん、まあこういう仕事の生き方もあるといろいろですね。なるほど。ニュースをご紹介させていただきましたけれども、なんか響いたニュースありますか？響いた、うん、まあ響いたっていうとやっぱ最後が、うんそうね、いいな身近な感じだしそうそうありえるなって思った。我々でもなんか今後あるかもしれない。自分ならどうするかなってやっぱ思えるじゃん、うん、そうですよね、うん、なんかいろいろとさ僕らも仕事先行く時に、うん、どっかのマンションの一室で事務所があるんで、うん、そこで打ち合わせしましょうみたいなのあるじゃん、うん、だから帰り品とか行き品とかでこういうことがあってもおかしくないからね。まあね、うん、可能性としてはなくはない。社長かどうかは分かんないけどその人が、うんうん、でも金持ちのマンションあるじゃん。ああまあまあそう金持ちのマンションなら、うん、そうだね。そうやるべきだねすぐ。えほら団地はせんということ。え団地でエレベーターついてなくって、うん、なんか下り降りの階段があって、うんうん、うわだるここの8階で事務所なんや、うん、みたいなエレベーターついてるところに事務所建てやバカやなと思っててふーっと上がってて5階ぐらいかな、うん、5階ぐらいのところに子供おって子供がダーダー言ってきてたら無視すんの？無視はしない。団地ですよ。一応ちゃんとまずお父さんの仕事を聞いて、うん、いやでも1歳だからあそっか喋れないのか。そうそうどうすんのそういう時は喋れない。まあでも一応でも団地ですよ、うんまあ、団地ですよ絶対違いますよお父さん、うん、金持ちじゃないですよ、まあ、ちょっと、うん、そこは田舎の団地田舎の団地埼玉とかの団地埼玉はちょっとあれだな、うん、助けない。まあ行かないからそもそも皆さん助けてください。ひょうさんは多分助けないんで、うんはい、というようなですねそうっすよ、はいまあ、こんなお話あるんで皆さんもぜひぜひですねマンション駆けずり回ってください、はい、以上です。ありがとうございました。